はい、巨人のね、原監督が辞任という記事が出てましたね。まあ、契約ね、今年で切れることになってましたからね。しかし、それにしても12年間で、7度のリーグ優勝、そして3度の日本一、もう完璧な名称だったと僕は思いますね。この後ね、一体誰がなるんでしょうかね。まあ、原監督の時と同じようにね、もう誰もが認める人がなってほしいですけどね。そう、2つの意味で、後任が気になるってね。ねずっちです。では、また。